本山雄志、背番号7、前田大然。大自然の大自然から大自然ってなりました。まあ、秘密基地作ったりとか、まあ、鬼ごっこしたりとかゲームとかも一切しなかったんで、まあ、外で走り回ってる少年でしたね。小学4年からやったんですけど、それまで器械体操やってて、まあ、ちょっと体が硬くて柔軟絶対しないといけないんで、それが嫌でサッカー始めました。本当にちっちゃい時は分かんないですけど、物心ついた時からはもうずっと坊主です。伸ばしたいなって思う時もありますけど、生えかけっていうそういうのが嫌なんで、今も1週間に1回試合前の前日に自分でバリカンで買ってます。50m は 5.7 で、負けたことは今までないですね。外でずっと走り回ったからじゃないですかね、まあ、それがやっぱり一番かなというふうに思います。僕も今までね、速い選手はたくさん対戦してきましたし、選手見てきましたけど、今 FC 東京にいる永井はグランパス一緒にやってたんですけども、彼も本当に今日本でトップだと思います。速さは止まってからのこの一瞬のスピードっていうのはやっぱり長いの方が持ってると思いますけど、だけど大然の場合はこう走り出してからのグイッとこう1段階さらにスピードアップして、それをまた彼の場合は何回もこう連続でできるっていうところは本当に日本ではトップだと思いますよ。今までやったら、まあ、水戸時代の山口選手かな、ホームの前田が抜ける、前田が抜ける、前田が抜けた、前田大然、いやー素晴らしい。自分らしいゴールだったかなというふうに思います。スローインからなんですけど、自分でヘディングして後ろにそのままボールを追いかけてトップスピードでゴール決めたっていうシーンだったんですけど、あれは良かったですね。まあ、2年目レンタルで水戸に行ったんですけど、試合にも出れて点も取れて、そこでやれるっていう自信をついて山形に帰ってくることができたので、まあ、本当に良かったですよ。本当に簡単にゴールを取らせてくれないなっていう印象ですかね。初めに2桁取りたいっていうふうに言ってたので、まあ、その目標はクリアしたいなっていうふうに思います。まあ、スプリントでなんか騒がれてますけど、まあ、全然僕は嬉しくないので、まあ、ゴールを取って騒がれたいので、よく大然に関してはスプリントが何回だとかっていうのが先行しすぎてるんですけど、僕自身はやっぱ彼のそのスプリントの内容っていうのは見てほしいです。ディフェンスにおいてもそうだし、攻撃においてもそうだし、彼のその動きによってチームメイトは助かってるし、決して彼が得点取らないからといって周りは誰も何とも思ってないし、だけどもっともっとさらに上に行くには、まあ、今の松本のチーム戦術もありますけど、やはり得点だったりアシストっていうのを彼自身はこだわってると思う。それをやっぱりできるように僕たちもこれからもっともっと引き出していきたいと思います。チームとしてやっぱり一つでも上の順位で終わることがやっぱり大事だと思うので、それに少しでも貢献したいなと思います。まあ、個人としてやっぱり点を取り続けて、そこで結果を残せば来年のオリンピックにもやっぱり出れると思うので、まずはチームで結果を残したいなって思います。